はい、どうも、ひこもんです。今回紹介するのは、トミーテックのジオコレ、情景コレクションシリーズの、情景小物123番、海辺の情景セットです。これは港ですね。港つってもね、ちっちゃい港ですね。こちらには灯台があります。そしてテトラポット。形の変わったテトラポット。あと、防波堤。こちらにも形の変わったテトラポットがあります。漁船は残念ながら別売りです。セット内容は防波堤3種、消波ブロック3種、各5、投票、海面 A5 サイズ。海面っていうのがね、いいですね。完全塗装済み、組み立てキットです。この塗装がされてるのいいですね。想像を楽しむコレクションモデル。ジオコレとは、建物をはじめ樹木、鉄道、バス、車、フィギュアに至るまでの実物を150分の1スケール、N ゲージで忠実に再現したシリーズの総称です。コレクション性に加え、手軽にジオラマ作りを楽しめるのが特徴です。付属の海面や灯標、テトラポットなどを並べるだけで海辺の情景を作ることができます。作例のように別売りの漁船やフィギュアを加えれば躍動感あふれるジオラマになるでしょう。これ灯台じゃないんですね。灯標って言うんですね。灯台のちっちゃいものかな。灯台は明かりが回りますからね。もっと簡易的なものでしょう。関連商品ラインナップ。建物 A、漁港 B、漁港 C、タグボート、運材船、消波ブロック、ボート乗り場。結構ね、マニアックなんですよね、これね。では開けてみましょう。どれぐらいのね、塗装なのか気になるようです。お、いきなり海面が出てきました。これで終わりです。チョキ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 な。これが投票ってやつですね。一応ね、人が入る場所もあるようです。おそらく中にね、この電気を照らす機械が入ってるんでしょう。ああ、この辺もちゃんと塗装されてます。汚しも入ってますね。1500円の割には細かいです。このね、明かりのつく部分もちょっと半透明な感じになってます。これは何でしょうね。平石でしょうかね。一応人が出てくるところありますね、ここにも。細かい。そんでもって防波堤です。うん、汚しが入ってます。ああ、こんなのありますね。こちらも防波堤。こっちには曲がった防波堤。これはよく見るテトラポットです。これいいっすね。数揃えたいですね。これで波を打ち消すわけですか。こちらは5個入ってました。で、カクカクした消波ブロックです。この穴の中にね、色が塗られているのが細かいです。これ一個一個手作業ですかね。そんでもって変わった形の消波ブロックです。ガシーンガシーン。
こうね、空から落ちてきそうです。大波から港を守るぞ、ガチーンガチーンつって合体しそうです。そういうのあったらいいっすね。消波ブロックは全部5個ずつです。でこちらが海面です。これいろんなものに使えそうですね。うん、出てこないぞ。できました。ああ、なるほど。なんかただゴツゴツしてるだけだなと思ったんですけど、出してみると波っぽいです。面白い表現ですね。透明シートが、ありますね。これ剥がした方がより海面っぽさが出るかもしれないです。ついてた方が良かったりして。そんなことはないですね。キラキラしてます。断然こっちですね。海面っぽさが出ました。非常にキラキラしてます。これ船とか浮かべたいですね。とりあえずパッケージの情景を作ってみます。完成です。簡単ですね。完全に同じです。とてもいい感じです。海面シートが汎用性ありそうでとてもいいです。戦艦とか浮かべたいですね。ちなみに護衛艦を浮かべるとこんな感じです。海っぽさ出てるかな。上からの眺めです。というわけで今回作ったのはジオコレ情景小物シリーズの海辺の情景セットでした。